藤末健三さん。自由民主党国民の声の藤末健三です。ただいま議題となりました令和2年度決算につきまして、岸田総理に質問申し上げます。我々参議院は決算の委員として決算審議に力を入れてきました。充実した決算審議のためには統計の高い信頼性が不可欠です。にもかかわらず建設工事受注動態統計調査で不適切な集計処理が行われていたことが明らかになりました。一刻も早く統計の信頼を取り戻す必要があります。今後国土交通大臣の下第三者委員会において徹底的に検証されますが、岸田大臣に決算の重要性を踏まえた上で統計調査の信頼回復にどう臨むかお考えを伺います。次にコロナ禍で大きくダメージを受けた事業者への支援について伺います。新型コロナウイルスが世界に広まった後、世界各国は医療体制の強化、そして経済や雇用への影響を最小化するために財政出動に踏み切りました。日本政府も刻々と変わる状況に機動的に対応し、最大限の対策を講じてきました。令和2年度の一般会計決算は、歳出と歳入とも過去最大、公債金収入、税収も過去最大となっています。令和元年度、2年度のコロナ対策費は65兆4000億円余り、繰り越し額は21兆8000億円余りとなっています。この7割を占める飲食業、観光業、文化芸術事業等に対する支援を含む経済雇用対策については、コロナ感染症の波が繰り返すことから、執行率は 70%、繰り越し額は13兆円余りとなっています。日本の競争力があり、成長著しい漫画、アニメ、音楽など、文化芸術を支えるクリエーターたちは、ワクチン、検査パッケージの運用も始まることから、この冬から本格的に再開される世界最大の同時に即売会、コミックマーケットの再開を皮切りに、映画、舞台公演など、感染抑制と日常生活の再開の両立に大きな期待をかけています。文化芸術事業を含め、コロナ禍で大きく縮小した事業者やクリエーターの再生を支えていくという政府の決意、そしてそのためには繰り越しとなった予算、生かしきるという覚悟について総理に伺います。またマスコミで多く取り上げられる飲食、旅行業の甚大な被害は、すでに酒類小売業者、ガソリンスタンド、プロパンガス販売事業者など、小規模な事業者に及んでいます。同様に文化芸術に対する新型コロナの破壊的な影響は、アーティスト、クリエーターのみならず、高度な専門技術を要して現場を支えるいわゆる一人親方や、フリーランス、エンジニアなど、さまざまな技術事業者に及んでいます。私は岸田総理と同じく現場主義を掲げ、国民の皆様の声をいただき、政策を実現することをモットーとしています。現場に伺い、ここの声を聞かせていただき、また支援制度を説明させていただいてますが、政府による資金繰り対策や、持続化給付金などの支援策があまりにも煩雑、そして複雑なものであり、十分に活用されていないという状況を見てきました。また、支援事業事務局の多岐にわたる現場を把握しきれずに、残念ながら的確な判断ができていないと感じる場面も多々ございました。情報の周知、柔軟かつ効果的に活用できる制度設計などは、今後のコロナ禍からの再生に大きな影響を及ぼします。
繰り越された予算はもちろん、昨日成立しました平成3年度補正予算の執行においても、失礼しました、令和3年度補正予算の執行においても、クリエイターや一人親方といった個人事業主、そして酒類小売業など小規模事業者の方々が、国からの支援が必要なときは、その情報は必ず届き、そう必要があれば相談でき、迅速に申請に対応してもらえるといった両者本位の予算執行が行われるべきと考えます。この点を総理にお伺いしまして、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。岸田文雄内閣総理大臣。藤末健三議員のご質問にお答えいたします。統計調査の信頼回復についてお尋ねがありました。統計は現在未来の国民に対する政府のこの説明責任を果たすために重要であり、委員ご指摘のとおり、充実した決算審議には、統計への信頼性、これが重要であると認識をいたします。こうした中、今回の事態になったことは、大変遺憾なことと考えており、徹底的に経緯や原因の検証を行い、再発防止に取り組んで、政府統計への信頼を取り戻すことが必要であります。このため、私から国土交通省に対して、統計の専門家だけではなく、法律の専門家を入れた第三者委員会を国土交通大臣のもとに立ち上げ、経緯や原因の検証を行い、1ヶ月以内に取りまとめ、再発防止に取り組むよう指示をしたところです。そして、その取りまとめた後、今度は、統計の専門家による第三者委員会である統計委員会の専門的な知見による精査を行い、政府統計全体に対する国民の信頼を確保するため、真剣に取り組んでまいります。文化芸術をはじめとする事業者やクリエーターへの支援についてお尋ねがありました。累次の補正予算等により、講演等の活動支援や、感染症対策の強化などの支援を行うとともに、実質無利子・無担保融資による資金繰り支援や、雇用調整助成金による雇用維持の支援を行っており、今回の補正予算においても措置をしているところです。昨年から繰り越しとなった予算事業も含めて、こうした各支援策を総動員し、十分に活用することで、引き続き厳しい状況にある文化芸術をはじめとする事業者等の活動を支えてまいります。個人事業主や小規模事業者への支援についてお尋ねがありました。新型コロナの影響を受けている事業者の皆様をお支えするため、今回の補正予算では、事業復活支援金や持続化補助金など小規模事業者にもご活用いただけるさまざまな支援策を盛り込みました。大切なことは、これらの支援策を必要とする事業者の皆様に、迅速にお届けすることだと考えます。このため、政府としては、ホームページや SNS を活用し、分かりやすい情報発信に努めるとともに、地域に密着した商工会、あるいは商工会議所、各都道府県に設置された支援拠点などとも連携をしながら、相談や申請サポートを行うなど、事業者の皆様の目線に立った、寄り添った支援を行ってまいります。